はい、しろみんです。今回ちょっと動画回してるのはですね、この配送ドライバーっていう仕事あと何年あるかっていう話です。それでね、もうまあある意味マーケティングをずっとやってるんで、自動運転の話とかやっぱりいろいろと気になるわけです。でね、自動運転もピピピってなるとか、そのドライバーのアシストをやるような自動運転からですね、一応レベル別にレベル3、レベル4、レベル5っていうのがあるんですけどね、まあ、そのうちのですね、上の方ですよね。で今レベル3ぐらいの自動車も出てきてますが、レベル4っていうことになるとですね、これはどういうことかっていうと、3と4の違いがだいぶあるわけなんですよ。それ4以上になると、どっちかといえば人間が悪いんじゃなくて機械が悪いっていうか車が悪いっていう話になってですね、例えばの話、レベル4っていうのは一定の場所もしくは一定の地域の中であればもう自動運転が行われるっていうことなんですね。レベル4で考えられるのが、例えば高速道路の上だけはもう手を離しても車にお任せしといてもいいよっていうような状況に世の中になる時は、これがレベル4っていうやつなんですね。でレベル5っていうのがその上の段階で、そのロボットっていうか車に全部お任せしてもいいよと、なんか事故起こった時にはそれはもう車のせいだっていうようなレベルまで来た上で、法律も整備され、ある程度の世の中に浸透していくっていうか、認知されていくの、このレベル5っていうのがね、認知されるのが2030年代半ばぐらいじゃないかって言われてるんですね。ってなるとですね、完全な日本国中が自動運転が認められるのにあと多分15年前後ぐらいじゃないかなと言われてるわけなんですよ、世の中の流れが。となると、そういう自動運転になるとですね、完全にこうレンタカーもないでしょうし、タクシーという概念もなくなるかもわからないです。あるいはひょっとしたら運転免許という概念もなくなるかもわからない。こういう場合、世の中の変化が起こるはずだと思ってます。ですのでね、この悠長なねビデオね、結構僕もわーわー言いながら撮ってますけど、こうやって悠長なことできるのひょっとしたらあと10年ぐらいだと思うんですよね。これまあいいか悪いか別としても、世の中の流れとしてはおそらくレンタカー業界っていうのがあと10年ぐらいで潰れていくんやと思うんですよね。はい、そんなことを考えるとですね、この回送ドライバーってやつもですね、ひょっとしたらトラックドライバーってやつもですね、あと10年経ったら全員失業してるというような感じかなと思っております。ですね、前のね動画もなんかね一回言うとかわかんないですけど、運転好きな人はですね、楽しむなら今のうちですよというような感じが私はしております。はい、ということでですね、ちょっと固い話をしましたが、この配送ドライバーっていう職業は一体いつまで続くのかという、まあまあそういうようなお話をちょっと一回しようかなと思って動画回しました。ということでですね、皆さんもしやれるんであれば早めのうちに始めてください。それではさようなら、また違う動画でもお会いしましょう。